どうぞ。八戸市美術館学芸員寺下智です。よろしくお願いいたします。本展は三陸復興国立公園の指定を記念し、東山魁夷をはじめ加藤映像や川崎翔子ら魁夷ゆかりの作家と千住博、松井冬子、岩田宗平など現在活躍中の作家まで総勢11名による26作品をご紹介いたします。続いて東山魁夷道について紹介いたします。こちらの作品はかつて種差海岸での取材をもとに道を描いた東山魁夷は、これから歩いていく道と思ってるうちに時としては今までに辿ってきた道として見ている場合もあった、絶望と希望とが織り交じった道、遍歴の果てでもあり新しく始まる道でもあった、未来への道景の道、また過去への郷愁を誘う道にもなったという言葉を残しています。東山魁夷の描いた道はその場所に震災後も変わらずに続いています。本編では道の本作の他に、スケッチや下図など道に関する作品が一堂に会するとても貴重な展示となっております。小学校5年生の時に入り口のところにモナリザの絵がかかっていたので、そこが結構スタートだったと思います。はい、でもそのモナリザがなかったらもしかしたらそういうこと